はい、こんにちは、パーカッション高見です。ゼロから始めるパーカッションシェケレ編。このシリーズではこのシェケレという楽器について1から、いや0から解説していく初心者の方に大変優しいレッスン動画となっております。前回までの動画でシェケレの基本的な奏法、いや前回はリズムパターンやりました。アフロビートってね、はい、このあたりについて解説してますので、まだ見てないよという方はね、概要欄からご覧ください。はい、そしていかがでしょうか。前回のこのアフロビートできるようになりましたでしょうか。これがね、おそらくこのシェケレのパターン、演奏するリズムパターンの中で一番難しい、パターンだと思いますので、これができればね、あとぶっちゃけ楽です。はい。今回何をやるかというと、ロックやファンクといったビート、バンドの中でこのシェケレを演奏するときにどういうパターン、アプローチが考えられるのかっていうのを見ていきたいと思います。はい。今ね、本当に音楽ジャンルって多岐にわたってるので、ロックとかファンクってね、一言で言っても本当にいろんなのがありますから、どういうシチュエーションで使えるのかってね、ざっくり、僕の印象で言うと、まずドラムセットがいる、入っている、そしてベースがいる音楽ですね。でさらに音量音圧がガンガン鳴っている、まあ、簡単に言うと音がでかいバンド音楽ってことですね。音がでかい中でパーカッショニストは、まあ、例えばシェイカーなんか振ってもいいんだけれども、シェイカーだとちょっと弱いと、存在感が負けちゃうなといった時にこのシェケレがあるとね、ドラムベースに負けないぐらいの存在感で、リズムを刻むことができますので、そういったシチュエーションを考えていただけるといいかなと思います。はい、では早速やっていきましょう。使うテクニックとしては今までやったことの組み合わせになりますので、まあ、細かいテクニック、あれこれどうやるんだっけっていうのがもしあればですね、前の動画を見直してみてください。はい、ではまずは、簡単なパターンちょっとやってみたいと思います。まずシキ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 とビーズを刻みます。はい、で今回この式式の、取り方をですね、1、2、3、4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 、はい、4のグリッドで捉えます。でまずは1にアクセント、親指アクセントをつけてこのようなリズムを刻んでみましょう。式式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 、はい、いわゆるまあ頭にアクセントが来るパターンですね。これだいたいどんなビートでもね、合わせることができます。こんな感じです。はい、では今度は同じ式式なんですけども、アクセントの位置を変えるとね、どういう風に聞こえるのかっていうのを見ていきたいと思います。今度は1、2、3、4、こうにアクセント。1、2、3、4。はい。ちょっとね、こう裏に来ることによって、後ろから前へこう向かっていくような印象を抱かせることができます。はい、では次はこんなパターンをやってみましょう。はい、まあ、これがね、非常に使いやすいというかね、よく使うパターンになります。どうやってるかというと、今やったですね、1にアクセントと4にアクセント両方入れた感じですね。シシキ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 シっていう感じです。で、1、2、3、4の2が休みですね。1って打ったら一旦こうちょっと止まって、この式式を鳴らさずにピッてアクセントで止まって、シシ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 、はい、このようなパターンになります。で練習の仕方としましてはですね、まずこう全部刻んだ状態で1と4にアクセント、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。で、これに慣れたら、1、1、1、1っていう感じで、1の時にちょっとね、ピタッと止まるっていうかね、一時停止することによって、次の2を鳴らさないようにする。ピッ、ピッ、ピッ。ここにちょっと重きを置いて、チャッ、チャッ。
はい、まあこの2鳴っちゃったら鳴っちゃっていいんですけどね、こう全部鳴らしてやった時と2を鳴らさないでやった時ね、このニュアンスが違うと思いますので、ぜひ両方やって、やり比べてみてください。はい、では次はベースを入れたパターンをやってみましょう。今まで通り、しきしきと刻んでいただいて、しきしきドキしき、しきしきドキしき。こんな感じでやってみましょう。つまり、ワン、ツー、スリー、フォー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 。2回に1回このベースが頭に入るって感じですね。しきしきドキしき、しきしきドキしき、しきしきドキしき。これドラムがいるシチュエーションなんかではドラムのドン、ダッ、ドドド、ダッみたいなスネアのねバックビートとこう合わせる感じになります。これね、さらにこのビートが強固になりますね。でアフロビートの時にやった時と同様にこう一回こうってベースで落としたら、こうしきしき刻みながらこうだんだん持ち上げていくと、このシェケレの動き流れを止めずにできますので、しきしきドキしきしきしきドキしき、このドキしきの時ですね、ドキしきの時にちゃんとこうポジションを戻してあげるとやりやすいかなと思いますので、その辺注意してやってみてください。はい、では次が最後のパターンになります。さっきやったししき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 っていう、1と4にアクセントで2休みのねパターンがあったと思うんですけども、これに2回に1回ドンって、ね、ベースを入れます。すると はい、こんな感じのねド派手な力強いパターンになります。曲が一番盛り上がってるところなんかねやるとかなり存在感があると思います。はい、というわけで今回はロック・ファンクで使えるシェケレのパターンというのを紹介しました。気に入ったのがあったらぜひやってみてください。で今回紹介したのはですね、一応基本というか、まあ、よく使うパターンという感じで引き出しに入れていただいて、あとはねみんな各自、好きにアレンジしちゃってください。まあ、例えば、まあ、いくつかのパターンをね組み合わせてやってもいいし、ちょっとこう長いフレーズのパターンなんか作ってみても面白いと思いますので、ぜひいろいろやってみてください。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッションとパーカッションを愛する人の未来のために毎日情報を発信しています。他にも動画たくさんありますので、概要欄の再生リストからご覧になってください。またメンバーシップの制度を使ってこのチャンネルのサポーター様を大募集しております。パーカッションを広めていくぞ、パーカッションの情報を残していくぞというね、このチャンネルの趣旨にご賛同ご支援いただける方いらっしゃいましたら、同じく概要欄からメンバーシップの詳細見ていただいてメンバーになっていただけるととても嬉しいです。よろしくお願いします。また毎週日曜日には YouTube ライブを使ってパーカッションのワークショップもやってますので、チャンネル登録してぜひ参加していただければと思います。ということでまた次の動画で会いましょう。バイバイ。